ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は柏の天皇様柏神社について触れてまいります。湯殿山神社の御祭神と八坂神社の御祭神を合祀する柏神社は、江戸時代に疫病で苦しむ柏市民を救うために建立されました。以来柏市民からは天皇様と親しまれています。柏の中心部にあることからひっきりなしに参拝者が訪れます。厄除けの神様である須佐之男命を祀っていることから、厄除け、家内安全、交通安全にご利益があります。